さあ、それでは次は、コラボ企画第3弾、朗読劇です。どうぞ。皆さんこんばんは。おばあちゃん。どうさて、その前に、今回はこの朗読劇、It's My Life という作品。おい。学部たちはどこだ。これ準備しといてくれたんだ。はい。どうぞ、頼むぞ。はい、そんなわけで初めての方もいると思うので軽く説明しよう。今回朗読する作品はこの It's My Life という感じIt's My Life という作品。こちらグラサンデーで好評連載中の作品で、今回というか最近は毎回朗読でこの It's My Life という作品を朗読しているのが、特別に許可をいただいた上で、そういうことだ。そんなわけで今回第4話、第4話とおまけですね。そう、第4話とおまけである。軽くあらすじを説明しよう。築500年のマイホーム、初めてのお客さんは魔法使いでした。念願のマイホームを構え早期退職した元帝国騎士アストラ。引っ越しの初日に彼の家に迷い込んできた魔法少女とは、年の差コンビのドタバタアットホームが始まります。アストラ様は35歳、そしてこのはい、あーすげー、脳がいない、あ、いた、そこにいます。格好が違いますけど今日もいますよ。何も見えないからな。そんなわけで早速スタート。ユースティティア聖騎士団領中庭。アストラが帝都を去った翌日。なあなあマレー、どうしたガーゼ。アストラ隊長ってなんで急に辞めたんだろうな。30半ばって辞めるには早いよな。俺が知るわけねえじゃない。まあそうだろうけどな。ああ俺アストラ隊長好きだったのにな。強くてクールで頼りがいがあってさ。新隊長とは大違いだぜ。大声で言うなよ。どこで聞かれてるか分かんねえぞ。もっとなんで辞めたとか誰も知らないんじゃないかな。だってあの人俺たちには優しく親身になってくれてはいたけど、自分の話って全然しなかったし、なんとなく壁があったっつうか孤高の人って感じでさ。制服を脱いだところも仮面を取った姿も誰も見たことないっていうし、そんな人の本心を知ってる人なんて騎士団の中にいんのかな。確かにな、隊長騎士団嫌いだったのかな。望めばもっと出世できただろうにさ。もったいねえよな。本当なんで辞めたんだろうな。ズバリ女だな。スミス、マジで知ってんの。いや実際は分からんが、実は辞める直前さ、隊長がえらいウキウキしながら荷造りしてるとこを目撃してさ、あの人の笑顔初めて見たよ俺。で話しかけたら西の岬に引っ越すって細かく住所まで教えてくれたんだ。この紙に書いてくれた。うっそマジかよ。あの隊長が自分のこと話したの。どんだけ浮かれてたんだ。仕事辞めてまで遠くに引っ越す理由なんてよ、女しかねえだろ。確かにそれもウキウキしながらだもんな。あ、この住所って今度俺たちが中原偵察行く地域じゃん。本当だ。おい勤務時間外に覗きに行こうぜ、あのアストラ隊長の嫁さんをよ。ナイスだスミス、早速手を描いてくる。速達にしとけよ。マスコ
目覚めるとそこにあの子の姿はなかった。私は長い夢を見ていたらしい。引っ越しの準備や業務の引き継ぎで連日忙しくしていたから疲れていたんだろう。容赦が新居に突っ込んでくるなんて現実に遅れるはずない。実に奇怪な夢だった。私が寝ていたからといって一人で川へ洗濯に行くなんて不用心だろ。でも川はすぐそばですし。そばでもダメだ。ゴワゴワも一緒でしたし。いいよ、まず私に何か起こってからでは遅い。この大陸はお前の故郷と違い、いろんな種族がいろんな風に生きている。変なのもたくさんいる。もっと危機感を持て。はい。何よりな、黙って出て行かれると心配するだろう。家事をしてくれるのは嬉しいが、外に出るときは私に一声かけるように。なんだその顔は。分かってなら返事は。はいでしょう。あ、アストラ様、私がやります。お水につけててください。いやいい、これくらい自分でやる。でも私アストラ様のお役に立ちたくて。では一緒に笑うか。アストラ様。なんだ。私嬉しいんです。何を。こうして一緒に何かをできることがです。誰かと一緒に食べるご飯がこんなに美味しいなんて知りませんでした。誰かのために家事をするのがこんなに楽しいって思いませんでした。嬉しいんです。一人じゃ知ることのできないことを知ることができて、それに なんだかこうしてるとその家族みたいだなって。差し出がましいことを言ってすみません。勝手にそう思われたら迷惑ですよね。いや、家族か。確かに私もいい年だし、このくらいの子供がいてもおかしくない。恥ずかしいです。家族か。確かにこの関係は友人というより親子に近いのかもしれない。つまりこれはマイホームに子供とペットがいる生活。なんだそれ、幸せだろ。もう何を言ってる。あ、はい、ごめんなさい、調子に乗りました。家族みたいじゃない。もはや私たちは家族も同然だ。アストラ様。さあ、皿洗いも終わった頃だし、キャッチボールでもするか。なぜです。すみません、アストラ隊長のお住まいはこちらで間違ってないですか。隊長、俺たちです。元部下のガーツとスミスとマーレです。部下たち、なぜ突然。突然そういえば手紙来てた。ああ、やっぱり来るって書いてる。しかも速達で。しまった、バタバタしてて全然読んでなかった。まずいな、全然片付いてない。幼女と二人暮らし、この状態とは説明しろ。アストラ隊長、おかしいな。今日伺いますって手紙出したのに。なあマーレ、ちゃんと速達で出したよな。いや、説明できる自信はない。なあ、すまない、話は後だ。しばらくここに隠れていてくれ。すまんが、絶対に動いたり声を出したりしないでほしい。頼むぞ。はい。いや、よく来たな。隊長、お久しぶりです。お元気でしたか。まだ4日ぶりくらいだ。あまり片付いてないが、まあ上がってくれ。はいっす。
お邪魔します。ここが隊長の新居なんですね。ああ、ロフトは汚いからあんまり見るなよ。了解しました。あのこれお口に合うか分かりませんが、お土産に。お、これは帝都西区の高級菓子店のマドレーヌじゃないか。気が利くな、お前たち。私仲間外れ。アストラ様ってば、部下よりも友人が欲しいって言ってたくせに、ひどい仕打ちです。っていうか割と慕われてるじゃない。全然一人ぼっちじゃないし、超楽しそうだし、私だけこんな埃っぽいところに押し込めて。ピクチャ隊長、今ものすごく可愛い声が近くから。幼鳥のくしゃみのような声が。それだな、そうだ、今のは実は私のくしゃみなんだ。かわいいだろ。くしゅん、くしゅん。いや今年の流行り風は声が変わるくらい喉に来るらしいぞ、気をつけろ。いや今地声ですよ。いつも通りの太い声ですよ。くしゃみの時だけ変わるんだ。隊長、なんだか騎士団にいた時と少し変わりましたね。そうか。あの人たちはアストラ様の昔のことをいっぱい知ってるんだ。羨ましいな。はい、でもいいもん、過去は私にはわからないけど、私は一緒に未来を作っていけるんだもん。いやー、虫ー。アストラ様。ノー、こら、隠れていると言っただろう。視線が痛い。アストラ隊長、その子は一体養子？隠しろ、誘拐。いや、こら、人聞きの悪いこと言うな。この子だな、あの、それは、私はただのアストラ様のしもべです。しもべ。お前しもべじゃないって言ってるだろう。何度も何度も。ごめんなさい、慌てちゃって間違えました。幼女のしもべってどうな、それちょっとどうなんだ、どうなんないわ、きっついわ。ほら見ろ、バカたちがどん引きだ。元上司を見るべじゃないぞ、あれ。ノア、隠れていると言ったのはすまなかった。そうだな、説明が面倒だからと逃げたって良いことなど一つもなかったな。この際だ、彼らにはお前を大事な家族として紹介したい。構わないわ。はい。お前たちすまない、実はこの子はいろいろあって引き取った子でな、説明が難しいので隠れてもらっていた。こんにちは。ちなみにさっきのしもべというのはごっこーすみたいなものだ、気にするな。なんだ、そうだったんですか。可愛いですね。君、名前は？私、ノアって言います。アストラ様のこれです。ノア、それも違うだろう。そんな、家族になるとは、私を妻として迎え入れるっていうプロポーズに向かったのですか。私は子供のようにという意味で。ひどいです、アストラ様。私とのことは遊びだったんです。ちゃうと言ったろうが。とにかくさっきからどこで覚えたんだ、そんな言葉。本で今までどんな本を読んできたんだお前は。隊長、そういう不思議。どう、ほら見ろ、かつて見たことのない話を僕たちから向けられている。待て、違う、ちょっと。ああ、そろそろ任務に戻る時間のような気がするな。本当だ、本当だ。そろそろ戻ろうか。お前たち、誤解なんだ。だから、露骨に買い物するのやめてくれ。待て、気づくだろ。じゃあ、隊長、また来れたら来ます。それもう絶対来ればやったんだ。もう、口が回らない。ちょっと待て、勘違いなんだ。この子は身寄りがなくて。アストラ様、私とあの人たち、どっちが大切なんですか。これ以上ややこしくさ。お邪魔しました。お前たちでしょ。なんとかね、次来た時はちょっとお待ちするか、説明ちょっとするか。だからまた来てくれ。あとこのことは誰にも言わないよ。言うなよ。その後
もちろん速攻で広まったという。おい聞いたか、アスラ隊長ロリコンらしいぞ。マジで？ああ、身寄りのない幼妻と二人暮らしのために隠居したとか。なんかいろいろ大変だな。ありがとうございました。ありがとうございました。